い、それではやっていこうと思います。ともくらちょっと待って、なんかハートが何人かいるんだけど、ちょっと待って、見よう。え、マルティナ早い、あ、シルビアちゃん、え、何、超モヤモヤせんじゃん。ちょっとだけ、ちょっとしておいて、せいにゃもしかして、実は、え、私、うん、そう、告白したいのですが、いやー、三角関係、いやー、ちょ、私既婚者やしな。でもちょっとやってみるか、手伝う。え、せいにゃじゃないの、私だったな。じゃあ正統派が嬉しいかな。じゃあ私かなり悪いやつやな、マジで。私かよー、浜辺でお願いします。その前に着替えた方がいいですかね。私このままのシルビアちゃんが好きよ、このままで。はい、では勇気も出して告白してきます。うわー、お、玉砕覚悟じゃん。あなたがこの島に来た時から私の心、いや、私の方が先に来たんだけどね。付き合ってください。のーで、基本的に住人がやりたいこと否定しないから。ごめんね、まだやろうよな、結婚しようしな。あー、これやめといた方がいいかな。残念な結果に終わりました。あー、悲しみが。ちょっと待って、なんかもう一人ハートいたから、ちょっとそいつやろう。そいつ、これこれこれ、ルール、あ、ルール、え、マジ。じゃ今度からなんか既婚者告白するときは止めよう。何でもないです、誰？え、ルイージ？もしかして。実は、いや、ルイージも既婚者やねん。ちょ、やめとき、ちょっと。え、やめとき、既婚者やねん。それはダメやねん。ましてや、ベロニカの夫やねん。相手がいるからです。あ、なんとなく気づいてはいましたが。うん。あー、でもやっぱそれでも落ち込むんだ。あ、でもなんかまだダメージは少ないか。私じゃダメなんですね。私じゃダメなんですね。しょうがないんだよ。しょうがないんです。もう、今、なんかね、今ほら、不倫とかでいろいろ賑わせちゃうじゃない、国会議員の不倫とか。いや、そういう風にはなってほしくないんです。よし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 。よし、おいしいもの食っていく、おいしいもの。おいしいもの食って忘れろ。オッケーオッケーオッケー。ちょ、なんでよりによって既婚者なんだよ、惚れんのがよ、もう。もう、シルビアはセイニャにしてください、もう。あ、ごめん、あ、ごめんね、あ、ごめんね、ごめんね。ね。じゃあ、ほんと、もう何かプレゼントしていくか。じゃあ、料理でもしてください。はい、あ、ごめん、ごめん、ごめん。美味しく作ってみせましょう。うん。いやー、もうよりによって既婚者かよ、もう惚れるのが。もう、はいはい、ちょっと今度からあれだな、あ、季節の焼き芋。おー、あの既婚者告白するときは止めよう。そうだな、理性的に。うん、そうだな、よくないよくない、止めよう。面白がっちゃいけない。お粗末様です。はい、あ、よしよし、あとちょっとあとちょっと、ルールルー、ごめんね、本当に。じゃあどうしようかな。あ、使い捨てカメラで写真でも撮っておいで、写真でも。どんな写真を撮ってきてほしいですか。え、住人の写真。いってらっしゃい。こんなのが撮れました。なになに、かわいい、お揃いの帽子かぶってる。かわいいかわいい。いや、アーロンさんがこう幼稚園児の服装で字あるんだけど。タイトルは最高の誕生日。誕生日っぽくないけど、まあいっか。100点。ですよね。あ、これで立ち直るかな。あ、よかったよかったよかった。よかったよかった。しっかり立ち直りました。おかえりなさい。お礼にこれをあげます。うん。あ、お風呂セットありがとう。まあ、あ、それでもルイージ最高に誕生。まあ、いいやつだな、ルル。いいやつよ。じゃあ次はちょっとシルビア。シルビア励ますよ、シルビア。ごめんな、ほんと。はめるつもりはなかったんだよ。許してくれ。いただきます。うん。お口に合うといいのですが。
あ、よしよしよし、結構美味しかった。え、どうやったら、あー、そっか、トリュフとかあげればよかったのかね。ちょっとどうしようかな。あ、旅行に行かせる ?5 万円あるし。いいんですか。いいです。では楽しんできます。行ってらっしゃい。あ、ペルー、シルビアちゃん旅行インペルー。ララヤ峠です。ララヤ峠、へえ。はい、キール。よっしゃ、ナスカの地上絵です。あー、はい、ペルーはナスカの地上絵だもんね。よいしょ。息子の字の十二角形の石です。十二角形、はい、へー。よし、保存しようかな。あ、なんか写真で SD カードいっぱいになっちゃったらどうしよう。すまんな、ほんとに。たまにはこんな一人旅もいいもんですね。うん、気分転換になった。お、だいぶ減った。お、あ、やっぱり旅行てきめんだな、こうか。しっかり立ち直りました。よかったよかった。すまんな、ほんとに。これにこれもあげます。やばい、ちょっと持ってききたわ、ゲームの中で。あ、ムーン楽しいになってる、ごめん。あー、止めとけばまだ楽だったもの。ちょっと待ってな。こっちは何も、あ、あ、ちょ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 、ベロニカ、お、誰だ、誰かと友達になりたいと。こんにちは。こんにちは。うん、はい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 。うん。いや、お似合いだよ、お似合いお似合い。いいよいいよ。相性バッチリ。もっと仲良くなれるということですね。うん、信用しろ。オッケー。よしよし。じゃあ、ムーンちゃんをそのまま親友に格上げしていただけると嬉しいんですけど。私も親友いないもんな。ゲームの中でね。よいしょ、あとご飯を、あ、梅干しがないから買いに行くか。梅干しあった。あ、シルビアちゃんバイトしてる、ごめんな、ほんと。あとなんかめったに来ないモテ期で浮かれてしまったよ、ゲームの中といえど。よいしょ。リアルほんとモテないからね、もう。にゃー。あ、学生の時に少しあったぐらいモテ期が。本当今はね、かけらか、もうあれですよ、もうクソですよ、クソ。もう抜け殻のように。あ、あー、ガールちゃん大変そう。実は裏でね、あのご飯あげてる時に、あのガーソンの、あのガーソンのおもりを頼まれたんですよ。初めて成功したけど、でもあんまり報酬良くなかった。では見つけたら知らせてくださいね。オッケー、いいよ。ガールちゃんお腹が空いてるから牛丼あげます。いただきます。いやー、ちょっとガーソンに比べてマリンちゃんおとなしいですね。あららら、あんま美味しくなかった。さすが私の子供よ。そっか、既婚者かつ子持ちに告白したのか。いやー、チャレンジャー やったな、シルビア。あ、よし、カミュー、カミュー寝てやがる。なに、え、なんか怖っ。え、怖っ。なんこれ。え、ベロニカと誰だ、ジュリちゃんとこのお守りのところに神がいない。え、怖っ。これなんか夜道走ってるあたり。あ、ちょちょちょ、ああ、やばい、なんか切っちゃったもん、怖くて。どういうわけか、お宝、お守りを拾いました。怖っ。こんにちは。あ、こんにちは。怖っ。サマの塩焼きあげる。いただきます。うん。結構美味しかった、よかったな。うん。こんなものも拾いました。あ、これ。あれ。あ、ガールちゃん。あると書いてある。これキャンドル。なんでお前も取るねん。もう、あ、でもお隣さんだからっていうのもなきにしもあらずか。うん。カメが持っとった。うん。いえいえいえ。見つかってよかったね。何あげよう。
あ、お小遣いっていうのもあげられるんだ。あなたの所持金が好きなだけお小遣いをあげることができます。あなたの所持金が減るのは金欠に注意しましょう。じゃあ3000円にする、ケチいけどあげる。よいしょ、はい、これでなんか美味しいものでも。ありがとうございます。え、なんこれ、宇宙旅行。これ宇宙旅行行ったらどうなるんやろ、ちょっと興味あるね。ちょっとお小遣いもあげていこうか。あ、みんな遊んでくれアピールがすげえ。一緒に遊んで。いいよ、チョアップクイズ。今日なんかやけになんかつかみ取りのやつ多かったからな。これ何これ、あ、チラシ寿司じゃない、あ、間違えた間違えた、そう、チラシ寿司が稲荷寿司に見えたから、あ、稲荷寿司っぽいって思ってやっちまった。じゃあカス汁あげようかな。あ、ごめんごめん。あ、そうだ、次回ねちょっとねキャラクター追加しようと思いますよ。キャラクターまたね、ミーを送ってくださった方がいらっしゃいましたので4人ぐらい、はい、ほんとありがとうございます。よいしょ、はい、いただきます。じゃあ次は、ちょっとモヤモヤしてるから、あ、オリマールイージ神、あ、面白い組み合わせだな。どうもです。どうもです。嬉しい時に使う、嬉しい時、あ、ちょっと待って、ちょっとなんか言葉を覚えさせようか。ちょっとゴリラになってもらう。うほほ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 ほ、うほうほしよう。わかりました。よし。で、ご飯をあげます。サーモンの塩焼き。ほんとね、今の時期、油が乗って美味しいよね、お魚。あとは梅干しかな。梅干しは割とおじの順にね、評判良くないよね。おお、まあ、蜂蜜についてんのとさ、なんかさ、シソと一緒に漬け込んでるのとさ、なんかいろいろあるけどさ、で、蜂蜜でもやっぱしょっぱい方が好きなんだよね。あ、よし、ミクちゃん遊ぼう。ピーク、なんか最近一発で成功しないな、ババ抜き。ピーク、あ、取られた、にゃー、もう最近ね、ババ抜きの勝率低いんすよ、私。どうしたのかしら。よいしょ。いただきます。どうぞ。シルビアに、うん、シルビアちゃん。と言われたのですが。いいじゃん。いいんじゃない？ちょっと話もしてきます。よしよしよし。失恋の傷を癒していけ、シルビアちゃん。どう？あ、ならなかったやつこれ。あらららららあらららら、マジか。まあ、合う合わないはありますわな。じゃあキャビアあげよう。いただきます。よしよしよし、道具をあげるか、何にしようかな。お礼入門書、女の子だから。お礼にこれもあげます。やばい、ちょっとお小遣いもあげてこう。宇宙旅行っての超気になるんだけど。あ、どうしたのリンク。ムーンのそっくりさんと遊ぶ。はい、遊ぼう。いや、またババ抜きか。ピッ、あー、もうピッ、あ、やった、勝てた。おめでとうございます。はい、一つだけあげます。ちっちゃいの。お、方位磁石、いいのか悪いのかよくわからんけど。
よいしょ。いただきます。リンクなんだろう、好みの女の子がなかなかいないのかしらね。全然お友達にならんもんね。ふぐ刺しは次回だな。キャビアあげよう。はい、いただきます。よし、やっぱ高級食材は美味しいのか。私キャビア食べたことないんだよね。どんな味するんやろう。いや、テニスラケットあげます。今回はこんなもんかな。育児をしてるわ。結婚した夫婦、あ、これとかいないか。友達クエスト開催ちゃん、これ久しぶりな。あ、男子会またやってる。男子仲いいよね。逆に女子会全然やんないっていうね。ちょ、男子会見るか。そこまで、なんか美味しいもの食べたいね。たまには、ぜいたくしないとね。この店のお好み焼きは、美味しいらしいよ。ふんふん。ね、ね。マンションの地下に、秘密基地作れないかな。相変わらず男子会よ。あ、ない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 。ちょっとすみません。あ、これ育児しろ、手伝いってこと。泣きやまない、もしかして。どうしても。マリンちゃん。受けてくれませんか。オッケー。はい、子守りしよう。よいしょ。マリン、私のそっくりさんだよ。上下に揺らしてみよう。上下っていうのが。え、難しいな。あ、超泣いてる。これ難しいんだよな、動かし方。また頑張る。もうちょっと頑張ってみよう。ブブ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 、なんかポーンってなっちゃう。難しい、育児。コツあったらみんな教えて。ちょっとこれで諦めが。ごめんよ、マリンちゃん。あー。え、コツがわかんない。難しい。やばい、私、子供をあやす才能がない。ちょっと諦めるか。ごめんよー、マジで。ごめん。はい、あ、風邪薬もらった。ごめんよ。そう、こうやってね、たまにね、あの、借り出される時があるんですよ。このおもりしてっていうの。あ、ちょ、面白く見ません。ちょ、お前マリオよ。ちょっと嫁、子供怪しい時何やってんのよ、マジで。え、親友、私、え、3人くらい。うん、10人はおらんかな。うん、10人はおらんな。かといって片手で数えるぐらいではないかな。6人ぐらいかな。あ、でもね、信用が多ければいいってわけじゃないからねって、負け惜しみを言うけど。体重計、あ、3DSLL でもあげよう。よし。で、あとはご飯を、キャビア。いただきます。うん。姫様だからやっぱ高級食材はお好きなんじゃなかろうかと。おい、よかった。あ、伸び半端ねえな。せっかくだから。あ、遊ぼう。いいよ。ジャンプクイズ。大疑問。うん。これは何でしょう。これ何？え？ビスケット。おお、美味しそう。これは何でしょう。ね、これ意地悪じゃない。ちょっとこれ銀のブレスレットかな。じゃ、アップする場所おかしいでしょ。これ、これは何でしょう。これもおかしいでしょ。これ何、これ、そうめんかな。あ、違った。もう意地悪。これは残念でしたね。くそー、最近なんか
あれだな、鬼畜やな、遊んでください、みんが。ヤダ姫とカミガエル、ラブラブだな。ホメロス遊園地か。うん、こうやって住人同士の触れ合いは面白いね、ほんと。爆裂剣、こんにちは。よいしょ。いただきます。あ、今日はね、あのシルビアちゃんとあのルールーの恋愛事情が分かってね、あ、どっちも既婚者に惚れてたって話なんですけど、いや、なんか辛かったな、ほんと。なんか不思議と辛かったわ。私なんか婚約者に惚れたことっていうのないんですけど、でもな、まさかここまで2連続で来るってなるとちょっとなんかかわいそうなものあるよね。いや、お前らさって、もっとフリーのいい男いるからみたいな感じなんですけど。よいしょ。あとは大丈夫。あ、あ、ちょっとじゃないね。ククール様、お、失恋から抜け出せ。誰だ誰だ誰だ。こんにちは。こんにちは。ゼルダ姫の言葉。なんでまた、なんでまた既婚者なのよ、もう。相性バッチリにそこ。いや、でも既婚者やで、相手。もう、友達のところでやめとき、マジで。なんで既婚者に惚れるの、あんたたちは、もう。まあでもあれだよね、まあ、亀とゼルダ姫はまだ子供がいないから、まあどうにかなと言っちゃどうにかなりますけれどもね。え、でもなんでだよ、まあ、ジュリちゃんとか可愛い子いるでしょまだこいつらは本当に、よ、あのラブラブしてた、この辺りはいつゴールインするんだろう。どうもです、アリーナ。まあ好き、ガールちょっと不満。いいよいいよ、彼女だけ見ときなさい、彼女だけ。いただきます。うん。あともう一個だね。何あげようかな。キャビア。よいしょ。いただきます。お、いいっすな。歌はもう全部あげてんのか。何あげよう。シャボン玉セット、童心に帰っていこう。オッケー。あ、こんな感じかな今回は。あとは特にないかな。ククール様、ルール、ベロニカ。あ、なんかみんなで、あ、ゲームやってんのか。ちょ、もうマリオ全然育児しないじゃん。もういらん。大丈夫かな、アロンさん。ムーン様、雨神。ムーン様、雨神。あ、ありがとうございます。お、ジュリ、オリマ、スライム。まだジュリちゃんといい感じになりそうだな。よいしょ。いただきます。あれだよね、なんか、アロン様。あの、FF10 ではめっちゃかっこいいポジションなのに、なんかこのトモコレだとちょっとかわいそうな目にやってるから、そうそう幸せになってほしいんだけど、もう。本当に。お、なんか周りに音符が出るのってどういう人なんだろうね。どういうのが対象なんでしょうね。なんか絶好調ってことかなね。あ、ジュリちゃん、お、こんにちは。こんにちは。新しいインテリアが欲しい。インテリア欲しいだと、マジか。何あげようかな。じゃあカントリースタイルでもあげますか。はい。ちょっと格闘家の裏の顔っていうか、なんかね、可愛いものに囲まれるのが好きみたいな。あ、ジュリちゃん可愛いからな。いいじゃんいいじゃん。大事にします。うん。よいしょ。あとご飯をあげていきましょうか。塩焼き。いただきます。ね、ジュリちゃんはね、もう超大好物と大好物が分かってるので、あとはね、苦手なものが分かればって感じなんだけど、なんかさ、同じ食べ物を与えると飽きちゃったりとかすんのかな、村人っていうか住人たちってね。で、超大好物ばっかりあげてればさ、なんかレベルもぐんぐん上がるわけじゃんね。どうなんでしょうか。よいしょ。
じゃあちょっと今回はここまでですかね。いやー今回もいろいろとドラマがありました。あ、ちょっと待って、ちょ最後ちょっと待って、ちょっとなんか呼び出すけど、あ、ガールちゃんも本当出会いを求める民で素晴らしいですよね。一番人気だから。こんにちは。はい、神の神は、うん、いいんじゃない、どんどん仲良くなっていきな、相性バッチリ。気になるってあれだよね、異性として気になるんじゃなくてってことだよねっていつも思うんだけどね。ちょっと待って、なんかあのモテ男モテ女気になるな、ちょっと私告白されたからな。こんにちは。新しい帽子だ。帽子、まあ、キノコじゃ気に入らねえか、マジか。あ、じゃあこれあげよう、ちょっと柄にもないけど。お、よかったよかった、気に入ってくれた。よいしょ、じゃあ最後ちょっとムンちゃんにご飯をあげて終わりにしようかなと思いますよ。ほんとね、トモコレのご飯がほんとに美味しそうで美味しそうで、ほんとお腹が空いてくるんですが、いただきます。おー、すげえ、やっぱあれだな、今日高級食材好きとか舌が肥えてんな。キャビア1位だってよ、やばいよね。道具どれあげよう。根っこレンタル券、ムンさんは猫派なので。よし、にゃんこにゃんこ、なになに、あ、胃腸薬ありがとう。よし、じゃあ今回はここまでかな。あとはないよね、特に。そうだね、なさそうですね。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。じゃあ次回はね、ちょっと住人登録をやっていこうかなと思いますので、ちょっと新しい住人さん増えますので、お楽しみに。では最後までご視聴いただきありがとうございました。